回転クッション。お、うん、見た今の。うん。お、超楽ちん。これは楽ちん。楽ー。すごい。これはいい、いいね。はい、こんにちは。まひまひぶんぶんのラクちゃんとラクちゃんのお母さんです。今日は、ラクちゃんと少し遠出をしてます。先日、福祉車両の傍らに見つけた椅子の座面が回転するラプトみたいな回転マットの注文をしまして、今日実はその商品を買いに向かっています。まだ今現時点ではどんなものか分かんなくて、本当に使えるのかな、使いこなせるのかなっていう感じなんですけど、まだ商品をご対面しましたら動画を回していきます。最後までご視聴ください。ラクちゃん、どうぞ。痛くてね、ここに、うん、昔ここにウミガメがおったような気がするな。今回購入しました回転クッション、こちらをタクちゃんがいつも座っている前の席に取り付けていきたいと思います。取り付け方は簡単で、ここのこのビラビラを座席のここへ突っ込んでいく。いいよ、いいよ。取り付け完了。なんか思ってたロックはなくて、座面が360度回転するんですけど、摩擦の抵抗力があってくるくるが回りません。回転クッションを使ってタクちゃんを移動していきたいと思います。足乗った。お、見た今の。うん。待って、ここへ一回足つけて。うん。足つけて、力抜いて。そう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 、上手。ね。上手。待ってよ。こっちの足もで、お腰を中へ入れてみて。そうそう、いい、行くで。ここ押さえたらいかんね、回転するがやき。行くよ。ほう。これは楽ちん。これは楽ちんね。楽ちんちんやね。せーの。ちょっと楽ちんだったので、ついでに降りるバージョンも一緒に撮影してみたいと思います。行くよタクちゃん、うん、こっち向いて、手貸して、よいしょよいしょ。ほっ、めっちゃ苦しいこれ。ほっ、
超楽ちん、超楽ちん。お腰を多分この背もたれざ、背もたれに近いところに持って行って、うん、後ろから脇を押さえて、タクちゃんの突っ張る足の膝の後ろに私の手を置いて回転すると楽。ほら、うん、後ろにぴったりお腰がくっついています。すごい、よかったね、うん、これはいい、いいね。お母さんも楽やし、タクちゃんも、うん、タクちゃんも、うん、楽って言ってや。タクちゃんも、楽、楽ね。勝手に動いた、勝手に動いたがやないで、うん、このここが回転するき、うん、ね、勝手に回転、勝手に動いたように思うけど、うん、このクッションでタクちゃんの体が回転したが、すごいね、すごい、すごいね。しかもなんか摩擦抵抗があるき、うん、滑りにくいわよね、体が。ん？なんだ？体がほら、ふに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 動かんの？うん。これ、どうしてもいい？どうしてもいいよ。ガリガリしてるだけやな。手開いて。できた。はい、ということで、回転クッションの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。はい、じゃあお家帰りましょう。